皆さんメリークリスマス、私もマクテにアイドル活動しています。中学1年生13歳のゆずぴーことゆずきです。よろしくお願いします。はい、それじゃあね、早速1曲目いきたいと思います。それでは聴いてください。これ澤さんの私を彼女にしたいな。クリスマスの衣装なんですけど、どうですか？いや、すごい？知ってる知ってるよね、そう、それでね、さっき衣装着てね、あのクワガタキッズさんと写真撮った時に、あのこの衣装かわいいって言ってくれたんよ。そしたらね、ある男の子がブラック
クサンドラって言い出して、でなんか桑形さんの出身地っていうか、まあ出身地かな、出身地のところではブラックサンタは悪いことをしたところの子の子に、あの豚の内臓をぶちまけてどっかに行くらしいんですよ。でそれで朝起きたら数時間経ってるから血とかが真っ黒になるからブラックサンタって言われるらしいんですけど、私そんな恐ろしいものに見られてるのかなと思って、そうだけどさ、いや私ピンクこれあるから、ピンクがあるからって、そうだから言い訳したけどブラックサンタってずっと言われたなので私はもうブラックサンタです。なので今日皆さんの枕元に豚の内臓をぶちまけます。えーって言われた。じゃあ私の靴はいらないの？いらないの？いらないのね。悲しいわ。それじゃあね、そろそろ次の曲にね、行きたいなと思います。次の曲はカラクリピエロです。聴いてください。Yeah.
らちょっとお茶を飲ませてください。お待たせしました。何を喋るのかぶっ飛びました何喋るん、何喋るん、何喋るんだっけはい、え、あ、そう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 、思い出した。あのさ、24、25だっけまあね、あのクリスマスじゃん。でさ、あのこの前来た人は知ってると思うんやけど、私の家では中学生になったらサンタさんじゃなくって何さんが来るんでしょうか。モンタさん。モンタさん、正解。でね、モンタさんっていう人が来るんだけどね、私サンタさんが来るのは小学6年生までなのよ。で、中学1年生からポンタさんって人が来るんだけど、ポンタさんは何くれるかっていうとね、まあ、現金をくれるとこの前お話をしたと思いますで、その日ね、あの翌日俺の朝起きたら、ちゃんとお金くれましたそうそうそう、急に闇見せるからねこれね、急にサンタさんの闇が出たよ。サンタさんじゃないけど、ポンタさんだけどね。これが多分高校生まで続くんだろうなと思います。イエイ続けて、契約しといて、ポンタさんとそんな感じでちゃんとね、来てくれました、ポンタさんね。中学生になってもサンタさん来る人は来るのかな。中学生でも来た人いる？サンタさんいる？え、いるんだ。え、いいな、いいな、本当に本当にちょっとあなた信用しがたいよ、はい、ね、これからもポンタさん来ます多分え、じゃあね、次の曲にね、行きたいと思います。次の曲はガルインフリアさんで峠メイクです。
ください。明日もね、私ここで待ってます。出ます。なのでね、明日も来る人はね、楽しみにしておいてください。明日来る予定じゃない人も、来てください。仕事あっても休んでください。休みましょう。有給有給。あとちょこっとちょこっとお知らせ、そう、来年の5月何でしたっけ、翌に徳島でね、出張ロコパみたいな、というか出張ロコパですかね、ゆずフェスですか、ゆずフェスらしいです。今はね、イベントで全然決めてないです。なのでどうなるか名前わかんないけど、でもデカさんがね協力をして徳島でね、ライブができるようにねしてくださるということで、5月4日皆さん開けといてください。今のうち皆さん開けといて、開ける様子ちょっとない気がするんだけど。ね、何だっけ、あら飛んだ。ね、4月4日に、あって、イベント名も出演者とかもねちょっとしか決まってないので、本当にねまだまだまだ公開完全にできないけどいっぱいの人に徳島に来てほしいし、イベントに、ね、来てほしいので、皆さん5月4日、来年の5月4日ちゃんと開けといてください。大丈夫ですか、もう一回いくよ。5月4日開けといてくれますか。覚えたからよ。覚えたよ。全員の顔覚えたからね。なんで皆さん、よかったら5月4日来てください。そしてね、私、今年、明日が、今年最後のライブになります。でね、去年もさ、ライブ、今年最後、ここだった気がするんだけど、気のせいですか、気のせいじゃないね。でね、しかも、年明けしたら、またここから始まる。本当にね、こう考えると私ってほんまどこの人なんやろって思うぐらいね、ずっとここに来させてもらってるんだけど、だからもうそろそろ広島の人ですって言ってもおかしくないくらいだと思うんだよね。ね、まあそれほどここにね、出させてもらってるということですね。本当にありがとうございます。デカさん見て。デカさん見て。ありがとうございます。それじゃあね、次で最後の曲になります。ありがとう、けど君は今来たばかりじゃなかった。ありがとうございます。最後の曲はですね、いつも歌ってると定番の曲、スダチファッションっていう曲をね歌いたいと思います。それで、知ってる方は知ってると思うんですけど、初めての人は知らないかもしれないのでパパッと教えます。スダチファッションでやってほしいことは3つあって、ね、私最初にただの友達に見えるのって聞くので、その時にゆずぴーって言ってください。 OK?ゆずぴーありがとう。ね、あとサビの時にすだちのポーズがあって、ちょっとこれ分かりにくいんだけど、すだちのポーズは親指、人差し指、中指を分かりしてください。こんな感じです、こんな感じです。じゃあその2本はこうやってピンって立ててください。でこれでサビの時に上でぐる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 回していただけると嬉しいです。そしてね、最後の方にコールレスポンスがありまして、私がズキって言ったら皆さんズキって言ってください。ドキって言ったらドキって言ってください。ズキドキって言ったらズキドキって言ってください。オッケー？オッケーよね。キズさん大丈夫かい？かわいいね今日も。それじゃあね、最後の曲盛り上がっていきましょう。スタチファッション。